ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がアウディ RS7 2014年式2万9000キロこちらの車両をご紹介させていただきます。お待たせしました待ってました待ってました、はい、待ってました。で今回は、まあ、製作過程の動画をご覧になった方だと、はい、まあ、話の流れが分かると思うんですけど、まあ、改めてちょっと説明させていただくと、はい、今回僕の方でアリーナ在庫車両を勝手にいじらせていただくと、はいはい、そして、まあ、今回ご紹介させていただいて、あわよくば見ていただいた方にご制約いただけるといいかなっていう、はい、そういう企画ですよね。そうですね、はい、第2弾ですね。そうですね、はい、前回第1弾かなり好評をいただきましたんでね、はい、S7 をちょっといじらせていただいたんですけども、はい、ちょっと今回ちょっとあの違う方向性でいじってみました、はい、コンセプトはコンセプトがですね、はい、ちょっとあんまりかっこいいコンセプトじゃないですけどそうですか、そうですか、ズバリお金をかけない、はいはい、前回 S7、はいはい、結構お金かけてかっこよくしたんですけど、はい、まあ、あれはあれで一つのこう、はい、まあ、企画で、そうですね、まあ、かっこいい車が仕上がったかなと、はいはい、まあ、自分では思ってるんですけど、その後あのご制約もいただいて、はいはい、ちょっとハッピーエンドに終わったんですけど、はいはい、今回ちょっとあのお金をかけないで行ってみようかなと、はい、やっぱりお金かけたらかっこよくなるのは当たり前じゃないですか、はいはい、あとはちょっとお金かけすぎると、はい、後戻りができなくなる、いやいやいや、はい、なので今回はお金をかけずにそうですね、スッチの腕で、そうですね、どこまで超シンプルに、はいはい、でなおかつ、まあ、いじりすぎないんですけど、はい、こうもうちょっと人と違う車、はい、でかっこいいっていうの、で逆にね、前もそうかな、今乗ってる方にもおすすめできる、そうですね、ドレスアップということですよね、はい、応用していただけるんじゃないかなと思います、はい、で今回の車がもうそもそも結構いいんですよね。値段も落ち着いてますし、そうですね、はい、で新車価格とか装備、あとはそのエンジンのパフォーマンスとかやったら、まあお買い得感はすごいアウディの中でもトップクラスですよね、じゃないかなと思います、はいはい、そこをちょっと小技を利かして、はい、まあ、すごくかっこよく仕上げたつもりでいますので、はい、ちょっと順番に紹介させていただけたらと、はい、でまずその、まあ、ちょっとお金をかけないというコンセプトではあるんですけど、はい、もうちょっとかっこよく言うと、はい、まあ、ちょっと今回ブラックアウトが一つのテーマです、はい、なんでもう徹底的に黒くしました、はいはい、具体的に言うとこのアウディのエンブレムだったりやつ、はい、あとは RS7 のロゴだったりとか、はいはい、をペイントして真っ黒にしました、はい、でこれじゃと全部外して、はいはい、やってあります。もともとはシルバーってことですね。そうです、はい、メッキですよね確かに、はいはい、であとはこの枠です、はい、これ当初の予定だとラッピングでちょっと黒く、はい、マットブラックにって話だったんですけど、はい、まあ、ちょっと形状的に、はい、まあ、あと耐久性的に塗っちゃった方がいいんじゃないかっていう、はいはい、あの現場の職人さんのアドバイスをいただきまして、はい、まあ、本当はちょっとラッピング の, その技術を見ていただくっていう意味合いもあったんで、はい、ラッピングしようと思ったんですけど、まあ、ちょっとアドバイスに従ってマットブラックにしました、はい、ちょっと塗り分けてるんで、はい、まあ、多少こう立体感が出てるかなと、うん、塗り分けてる、どこと塗り分けてるというかこう、あ、色艶ありと艶なしで立体感を出したような形の色合いにしてるってことですね。まあ、全部グロスにしちゃうと多分結構ベタっとしちゃうと思うんですよね、はい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 、なんであえてちょっと枠はマットにしてあります、うんうん、RS7 だとここもここも最初からグロスじゃないですか、はいはい、であとここがもともとシルバーなんですよね、はい、マットの、はい、でここもマットにしました、はい、まあ、ここもグロスでも良かったんですけど、うん、ちょっとこう中のなんか黒いものがすごくこう出てるイメージになっちゃいます、うんうんうん、なんでここはちょっと別にしたかったんですよ、お、はい、でもだいぶその色を同じ黒でも変えるだけで全然違いますね。そうですね、はい、なんでちょっとその辺が今回黒くなって、とにかく前回りはもう全部黒くなってるという、はい、これだいぶ引き締まってません？引き締まってますね、顔つき、うん、いやなんかもういじってます感がすごい出てますよね。でも最近なんか、うん、あの純正 の, なんかその黒くするパッケージとか、うんうんうん、現行の車とか結構多いじゃないですか、うんうんうん、それでも結構グロス、グロスなんか一色にしてる感じが 多くないですか。そうですね、グロスが大体多いですよ。多いですよね、はい、うん、だからちょっともうギリギリのところ、はい、めちゃくちゃいじってるっていうよりかは、はい、あれこれ純正ないよねっていう、あ、ちょっとそういうちょっとそのそのぐらいでちょっと隙間を狙った感じのね、はいはい、全く全然こうないとこ黒くしちゃったりすると、はい、ちょっとこういかにもっていう感じになっちゃうんで、はい、まあ、基本的にはもう純正のちょっとその目利きのところを抑えるっていう、はい、逆にね、この今回このデイトナグレーですけど、例えば黒でこういういじってもいいですよね。黒で全部黒しちゃうと、だいぶイメージ違うんじゃないですか。ね、真っ黒でベタってなっちゃいますけど、はい、そうですね、マットを入れることによってまた変わってきますよね、うん、すごいいいと思います。
こんな感じにフロントはなっております、はい、そして横を回っていきましょうか、はい、早速これあのベース車両が今回すごく良かったと思います。というとっていうのはもう最初から、はい、あのスペーサーが入って、はい、タイヤがこうつらいちになってると、はい、タイホイールが、はい、でなおかつローダウン済みの車両だったんですよ。そうなんですよ、はい、そうですね、もともと結構かっこよかったんですけど、はい、ちょっとさらに足元、はい、あのシルバーのホイールだったんで、はい、今回塗りました塗りました、はい、これ車外のホイールにしちゃってもよかったんですけど、うん、やっぱりちょっと車外ホイールって、うん、はまればすごくお買い得ですけど、うん、いやちょっと俺そのホイールじゃないんだよなっていう方には、うんうん、お買い得じゃないじゃないですか、はいはい、で前回セブンいじらせていただいた時は、はい、まあ、たまたまその気に入っていただいてご制約いただけたんですけど、はい、まあ、ちょっともうちょっとこう何ですかニュートラルにというか、はいはい、まあ、いろんな人に受け入れていただけるように、はい、あの純正のホイールを塗りましょう、はいはい、で純正ホイールが前期だと21インチ標準なんですよね。標準ですね、はい、なんかここをちょっと変えちゃうのってもったいないなっていう、うん、あ21インチついてるものをまた変えちゃうのがってことですね。20インチだったら、まあ、車外の21にインチアップっていうのもいいと思ったんですけど、うんうん、純正21だいぶいいやの、いいよなと思って、うんうん、はい、で今回はあえて純正ホイールも塗りました、はいはい、でこれもちょっとマットにしようか、はい、あのサテンにしようかグロスにしようか悩んだんですけど、はいはいはい、ちょっと高級感ありのグロスブラックで、はい、そうですね、はい、であとセンターキャップ、うん、ここもちょっと悩んだんですよ、はい、ちょっとマットとか使って塗り分けようか、はいはいはい、ただフロントのエンブレムとかグロスに塗ったんで、ちょっとここ塗り分けたらおかしいなと思って、はい、あそこはじゃあフロントと共通化をした感じですね。そうですね、なんで全部グロスのブラックで塗ってあります、はい、であとはキャリパーも、はい、基本的に黒なんで、うん、この辺の相性割れながらちょっといいかなっていう、もともとウェーブローターでちょっとかっこいいブレーキじゃないですか、うん、でキャリパーも結構今赤い車とか多いですけど、うん、メルセデスなんかもみんなキャリパー赤じゃないですか、うんうんうん、アウディこの RS 黒なんで、うん、まあ、この辺かなりこうちょっとシックな感じでいいかな、はい、ライブで話したのかな、はい、黒く塗るのマットの黒ってダメだよねって話してなかったっけな。やっぱり耐久性とかやっぱり甘じみとかついちゃうとかそういうので、あそうですね、うん、そうですね、マットだとちょっとあの手入れが大変、手入れが大変ですよね。だからそういうので僕思って、まあ一応、あ、うん、確かにそういう意味合いもあります、ね、うん、いいんじゃないかなと思いますね。だ角点多分マットってあんましないです、サテンですよね大体。そう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 、半ツヤ、うん、結構だから皆さんマットって言われるんですよ。マット何色がいいですか、マットがいいですかって言われるんですけど、いやマットはちょっとそのそういう話をして、まあ、変えましょうっていうご案内はしますけどね、はい、確かにちょっと汚れやすかったりだとか、うん、シミになりやすかったりとか、白っちゃけちゃったりとかするよね。そうですよね。グロスはちょっと手入れの面でもかなりいいかな、はい、あとは今回その HAS で大体30ミリから40ミリぐらい下がってますから、うん、はい、まあ、この辺もお好みに応じてもうちょっと上げたり下げたりできますから、うんうん、でもまあいい具合な感じですよね、はい、でこれ電子制御の足回りが標準なんですよね、はい、RS だと。そうですね。で S7 だとエアサスなんですよね、はい、エアサスです、はい、ちょっとその車高上げたり下げたりっていう機能はないですけど、うん、まあ、電子制御に乗り心地の調整ができて、それを殺さずに車高浄化していると、はいはい、こんな感じになっております、はい、あとはあの正直言っていいですか、うん、今回ちょっと失敗したんですよね、うん、まあそれはあの 何回も聞き、はい、相当なんかね、何回も報告しました、何回もって相当なんか、いや僕別にいいと思いますよ。本当ですか、はい、っていうのはここミラー、もともと RS なんで、はい、シルバーのマットのミラーだったんですけど、はい、ちょっとあのシルバー消していくっていう、今回その黒にするっていうコンセプトなんで、まあ黒くラッピングしたんですよ、はい、でラッピングしてから気づいたんですけど、これ付け根はボディ同色なんですよね、うん、なんでちょっとここを付け根も黒にすればよかったかな、車が仕上がってから思いました、はい、これは別に、はい、小島さん的には別にいいですか、言われなければいいんじゃない。本当ですか、言われ、いや今言われてみちゃうと、ああそうだなって感じがするけど黙ってれば別に。本当ですか、黙ってればって言い方変だけどね、なんでここはちょっとあのもしご制約いただくことがあって、うん、ちょっとやっぱりここちょっとおかしくないって思った方がもしいらっしゃったら、うん、あの僕責任を持って外してラッピングしてもらいます、うん、あそうなんだ、はい、ポケットマネーで、いやポケットマネーで、はい、別途ちょっとあのベッドね、はい、まあ、格安で、そうですね、はい、いただく感じになりますけれども、そこはまあ車屋さん販売分もちょっとご協力させてもらって、あの、はい、コーチの部分を僕頑張って外して、はい、ラッピングしてもらうんで、はい、ちょっと格安で、はいはい、したいと思います、はい、でここはまあちょっと究極を言えばですよ、あの僕グロスブラックか、うん、もしくはボディ同色にしようかなと思ったんですよ、うん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 、ミラー、うん、ただそうするともっとこう費用がかかっちゃう、うんうん、まあ、分解するのもそうだし塗るのもそうだし、うんうん、
でちょっとあの AMG GT4 ドアってあの、うん、ナイトパッケージ入れるとこう、うん、ミラーがここの先グロスブラックになるじゃないですか、うん、あんな感じでちょっと黒くしようかなと思ったんですけど、うんうん、あのグロスのフィルムだとやっぱ傷が目立つんですよね、うんうん、なんでちょっとそのボンドボディの方でも、うん、ちょっとグロスのブラックはやめた方がいいよって言われて、うん、で今回サテンでやったりとかです、ね、はい、今多分見てる人でサテンとマットの違いってなんだって半ツヤですというふうに、マットはツヤなしです、ツヤなしです、はい、半ツヤと、半ツヤとツヤがあるとグロスです、グロス、はい、だから要は3段階やってますよね、はい、だから今回はその中間の半ツヤの方のサテンブラックになってます、はい、だからここはちょっとご制約いただけるのであればちょっとここのさじ加減は、うん、はい、購入していただいた方の、まあ、そのままでよければ全然もちろんそのままでいいですし、はい、やっていう方はいろいろやりようがあるかなと、ね、はい、はい、まあ、正直言うとちょっと僕はちょっと納得いく仕上がりじゃなかったなって、本当に、はい、なんでじゃあそれを並べてんだよって感じになっちゃうんですけど、そうそうそう、また分解するの大変なんで勘弁してください、はい、お許しくださいませ、はいはい、そしてあとは窓枠を今回、はい、真っ黒にしました、はい、この色もサテンです、サテンですね、半ツヤです、はい、これかっこよくないですか、はい、僕正直横からのシルエット一番変わった部分だなと思いました、うんうん、ボディカラーに合ってますよねすごい、うん、なんだったらちょっとホイールよりもちょっと決まったなと思いましたけど、うん、マットブラックのこの窓枠にやつきポイント、はいはい、これだいぶかっこいいなと思って、うん、はい、ここちょっと一周シルバーがあると、うん、なんとなく浮いて見えるじゃないですか、うんうんうん、はい、いやね、これすごいいいと思いますよ、うん、でも本当に他の車でも割とこう窓枠、これ今回ラッピングなんですけど、パンツ屋で割といろんな車に応用できるんで、おすすめのカスタマイズじゃないか。サテン、まだラッピングに関しても3色できるってことですよね。マットできます、できますよね、はい、うん、基本的にただマットはほとんどやらないと思いますよ。あ、そうなんですか、はい、うん、結局フィルムでもマット一緒なんで、うん、はい、シミになっちゃったりとか、うん、でしちゃうんで、多分基本的には半ツヤかグロス、うん、ただグロスだとどうしてもフィルムっていうかその特性上傷が目立ちやすくなっちゃう、うん、はい、じゃあ、まあラッピングするとしたらサテンがおすすめですよ。そうですね、はい、であとはもう贅沢言えば、うん、ウィンドウフィルム剥がしたかったんですけど、さすがに剥がして怒られそうなんでやめました。いやいやそこはね、はい、後ろ熱線の問題があるからね。え、熱線問題フィルム関係あるんですかこれ。あ、いや、フィルム剥がしちゃって熱線、やっつけちゃうんですか。やっつけちゃう場合もあるってフィルムさんに言われちゃうことあるんで。そういうことですね、デリケートだから。そう、デリケートだから、あんまり触ってくれるなよ、はい、そういうことですね、はい、いや、多分業者さんが、はい、なんていうのかな、まあ、保険を持って言ってくるんだとは思うんですけど、まあ、そういうことを言われることはありますね、うん、ちょっとビジュアル的には僕はちょっとスケスケガラスが良かったなと思ったんですけど、やっぱり世の中のほとんどの方はやっぱりリアスモーク貼ってないと使いづらくなっちゃうと思うの で、うん、そうですね、ここは僕触らなかったです、はいはい、なのでまあご希望があれば、はい、まあ、ちょっとリアのちょっと熱線ちょっと怪しいですけど、はい、まあ、頑張ります、はい、であとはまあ基本的には触らず、はい、でもう RS7 かっこいいですよね。サードスカートもちょっとこう、うん、ベースがねやっぱり出来上がってますからね。そうですよね、うん、このシルエットもちょっとこう低く見えるじゃないですか、うん、すごくベース車両がかっこいいなっていう。あと後ろも同様に、はい、グロスブラックで入ってございます、はい、で、デズラももうツラツラなってます、はい、いやかっこいいな、うん、はい、いいですね、バランスが。そして今回後ろも同様に、はい、グロスブラックに、はい、エンブレムをペイントしました、はいはい、これ新品でペイントしたものに交換しました、はい、であとは、まあ、テールとか塗っちゃってもいいんですけど、うん、ちょっとそうするとまたいじった感も出ちゃうかなと、うんうん、なのでその辺は一切触らずです。ちょっと純正なちょっといじってる感っていう感じがちょっとイメージみたいな感じですかね。はい、はい、であとはマフラー、はい、ここも、うん、あれ黒くないのって結構言われたんですよね。ここはね、僕ねミラーの付け根よりね、こっちの方気になりました。こっちが気になりましたね。本当ですか、はい、結構その純正の黒くなるパッケージでも、はい、マフラーまで黒くなるのかってこうメーカーによって違うじゃないですか、うんうんうん、アウディなんか結構黒くなるんですよね確か。あの RS の、スポーツエキゾーストってやっぱ黒くなってるんで、ですよね。だからそこはやっぱりっ、まあ、黒ってイメージが僕たちなんか逆にちょっと多いかもしれないんで、要するにシルバーでもいいと思うんですけど、僕的にはなんかマフラーってこう車と別のものっていう、車っていうかボディと別のものっていう感じだったんで、これでも思ってたんですけど、残した感じで、結構意外にこう、はい、え、黒じゃないのっていう。この辺もご希望でしたら頑張って。そうですね、はい、ここは塗りですかね、塗りマフラーはね、はいはい、塗りになりますね。
ただちょっとあのもしここクロックするんであれば、まあ、ちょっとこの後中見た時も言いますけど、うん、マフラー交換もしたいです。なるほどね、はいはい、そうするとあのメーカーによってはこの出口これじゃなくなるんで、うん、まあ、塗るまでもないので、あ、そうですね、はい、桜ポトカにしていただければ、はいはい、なおいいかなと、こんな感じになっております、はい。じゃあ続いてトランクをちょっと見てみたいと思います、はい、まあ、車のその機能とか、はい、使用紹介に関しては、はいはい、もう割とこう知れてる車なんで。そうですね、はい、でも RS7 って紹介はないですね。あの小島さんとはさせていただく機会ないんですよ ね、 まだ、はいはい、まだね、そういう方もいらっしゃると思うことで、あの S7 の時ももしかしたら同じこと言ってるかもしれないですけど、はい、使い勝手最強じゃないですか。そうですね、スポーツバッグって、はい、BM のグランクープとかもそうですけど、うん、はいはい、このだって開口部とトランクの広さ、はい、このね、ここね、ウォルフバックだってシート倒さなくても余裕じゃないですか、はい、これ、ね、まあ、はい、あの一応参考、毎回言いますか、参考なんで、はい、クラブは入りませんけど、はい、長さ的には縦に、そして倒していただければ、はい、64でこんな感じで、はいはい、だからこれ奥にすれば全然いけますよね、はいはい。アウディ結構こうこの背もたれがちょっとこう斜め上がってるんですよね、うん、こんな感じで、だ本当に使い勝手はかなりいいんじゃないかなと思います。じゃあ続いて内装を、内装も軽く、はい、まあまあ軽く、はい、ちょっと間がありましたけれども軽くね、はい、内装はもうこちらもおなじみかな、はい、そうですね、はい、これでもちょっとすごくこうスポーティーでかつ、はい、ちょっとこうラグジュアリーというか、はい、高級感もすごいですよね。そうですね。で内装はこのグレーなんですかね、白なんですかね、ちょっとステッチで。そうですね、はい、割とこう複雑なステッチの入り方ですけど、うん、色がシンプルなんで、はい、まあ、ちょっと落ち着いた感じですごくかっこいいなっていう、うん、そしてあとはステアリング、この辺ちょっと好みが正直分かれるんじゃないかな。全面このパンチング、うん、このステアリング、スポーティーさ全開の、ちょっと細めなんですよね、はい、そうですね、はい。あとは注目はこの豪華オプション、豪華オプションバング、はい、70万円ぐらいでしたっけ、80万円します。これニョキニョキって入ってます。80万ですよ。オーディオに80万ってどうかしてますよね。どうかしてるね、はい、すごくちょっと音がいいと思うんですけど、はい、そしてあとドアなんかは見ていくとカーボンのパネルになってたりとか、はいはい、贅沢言えばちょこことかレザーになってるとなおいいかなって感じしますけど、うん、そうですね。でもアウディまとまりいいですよね、まとまりいいですね、はいはい、でも新車価格ね1600万ですからね、やっぱり内装はしっかりやってますよ、はい、作りが非常によろしいです、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。一応これ光ってんですね、このスカーフプレートのところ、うん、レス、そうですね、はいはい、そしてマットもこのこれ高いんですよね、このマット。そう毎回言いますけどね、そうですよね、高いです、毎回言うんですけど高い、はい、ただ使用感あんまりないですね。そうですね、はい、はい、綺麗な状態だと思います。ちょっとガンガン踏んで恐縮なんですけど、はい、そして先ほど触れたステアリングはこんな感じです。ちょっとこの細め、はいはい、全体的にちょっとそんなに太くないですかね、はい、で全面パンチング、はい、ちょっと集合体恐怖症だとそう、ね、ちょっと好みは分かれるかな、ね、はい、ただステアリングってカスタマイズできるじゃないですか、うん、できますね。もしご希望であればそういうことしていただいてもいいのかなと、はい、でメーターはこんな感じで、まあ、これちょっとなじおなじみのって感じですけど、同じですね、はい、だからよく見るとちょっとこう両方傾斜してるんですよね、はい、なんですごく視認性がいい、うん、で真ん中にこの表示のあるタイプ、今のねデジタルメーターの中でもこういうやっぱりアナログというかメーターの方が良かったりしま す、ね、はい、こんな感じ であとバングもちょっとせっかくなんでニョキニョキってやってみましょうか。こんな感じで生えてくると、はい、そしてこの辺ちょっとさっきから何回も出たり入ったりしますけど、うん、モニターがこんな感じで出てくると、アウディのあれなんですよね、はい、このピービービーになっちゃうんですよね、オンにするとする、ね、かけちゃいます、かけちゃう、はい、かけてもなるんじゃない、かけてもなる、あ、かけてもなっちゃうんですね、ドア閉めないと、あ、失礼しました、でこの辺はもう中身はおなじみなんで大丈夫かなと、はいはい、まあ、一通り必要なものに関してはついてます、うん、そしてシートヒーター、はい、エアコンも当然デュアル で、うん、でディスクも入るんですよね、はい、ディスクも入ります、はい、でこの辺の便利装備も、はい、まあ、しっかりついていきますよと、はい、だとこの辺のカーボンもいいですね、うん、パネル、ね、あとはこっちにも、はいはい、ETC が、はいはい、ありますね、あると、
こんな感じです。シフトもいいんですよね。ちょっとこんな感じで、でシートはそんなに細かく調整できる感じではないですけど、まあ、通常の調整プラスナバサポート、はい、こんな感じでついております。ホールドは割といいです、うん、はい、背中の押し出しなんかも調整できるんで、はい、猫背の僕でも結構合ってます。そしてあと天井関係、僕ここすごくいいなと思ったんですよ、うん、ちゃんとって言い方いくんですね、はい、うん、こっから上が、はい、スウェード調の、はい、アルカンですかね。でバイザーもなんですよ、ちゃんと。そう、ね、バイザービニール多いじゃないですか、この価格帯でも。そう、ね、毎回言って恐縮なんですけど、うんうんうん、はい、やっとね、やっと納得の、そうなんです、納得の、うん、そしてさらにこの流れがここにも、はいはい、ここもちゃんとこのスウェード調の、うん、こんな感じで、はい、ちょっと開けてみます。でサンルーフも、でもなんだろうな、ちょっとこれも偏見かもしれないですけど、はい、ちょっとここら辺の年式の方がお金かかってる感じ、はい、感じません、そのグレードによって。確かに、はい、結構高年式とって、高年式って結構、うんうん、あのコストカットじゃないですけど、そうだから RS7 とか、まあ、まあ A7 とかあったりするし、そのグレードの幅が広いじゃないですか。まあ、でも7だったらある程度ね、やっぱりあるかもしれないですけどね。確かにそれは一理あるかもしれないです、うん、はい、あとないオプションといえばヘッドアップディスプレイ、はい、あとナイトビジョンぐらい。そうですね、はいはい、あとは基本的に RS7 なんで、 RS なんで、そうです、まあ、大体ついてるものと思っていただいていいんじゃないかなと、はい、まあ、あと言うならばカーボンブレーキ。なるほどですね、はい、カーボンブレーキってでもよっぽどっすよね。よっぽどよっぽどですよ、ね、はい、はい、まあ、そんな感じになっております。じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。後ろこれ乗り込むの、乗り込む時どうですか、小島さん。天井の低さ感じます？あんまり気にならないですけどね。割と自然に乗り込む。自然に乗り込みます、はい、一応4人乗りですね。はい、4人乗りになります。真ん中は乗れないんですよね。はい、乗れないです。で、ホーゾーンが開いてシートヒーターがついて、ホーゾーンなのいいですよね。ですね、はい、そして毎回何を入れるのか謎なぐらいちっちゃい、そうですね、アームレストの中の収納と、はい、よいしょ、あの乗るんだったらあった方がいいかな、はい、で、リアシートヒーターとかはついてないです。ついてます。あ、ついてるんですね、はい、なるほど。じゃあリアも割と快適ですね。やっぱだからね、ハイグレードのシリーズなんで後ろも快適ですね。なるほど。でホールドもかなり良さそうですね。いいですね、はい、しっくりきますね。そうですよね、サイドサポートのかなり出っ張りもある、はい、もう身長170ないですけど頭もありますし、もうゆったり、まあ、このシートもね、やっぱりスポーツシートで大きいんで、前は視野はちょっとあれかもしれないですけど、大人4人がゆったり、ゆったり乗りながら移動できる、はい、あの5点です。はい、それ5点満点ですか。5点満点、はい、5点満点、5点だ、はい、5点です、はい。続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、ちょっとエンジンの前にちょっとさっきもちょっと話しましたけど、うん、ちょっと白くなってるっていう、結構こう、ね、欧州車のプラスチック、こうバンパーのところとか、うん、白くなったら変色したりとかありますよね、うん、ここはでもあの変色してるわけじゃないんで、うん、あのワコーズのハードコート塗っていただければなるんじゃないか、復活して、はい、僕じゃあ塗っときますね、あとで、はい、お願いします。でエンジンの方が、はい、一応 V8 4リッター、はい、560馬力、はい、結構だからあのシレットとんでもない馬力出てます。シレットとんでもない、だから本当にあのね、高速安定性は最高ですね、うん、めちゃくちゃ走れますよね。めちゃくちゃ走れます、4駆だし、はい、560馬力だし、はい、で基本的に現行も同じ V8 4リッターなんですよね、うん、ただ僕こっちの方の利点を言っていいですか、うん、クランキングの音があるんです。キルキルブーン、うん、はい、そうですね、ここ結構重要くないですか、はい、それをクランキング、土クランキングって感じだね、はい、土はクランキングにこだわるんです。こだわったよね。いや、もちろんすよ、もちろん言われればわかるよ、はい、言われればわかるけど、やっぱそこをね、押してますね、はい、AMG GT4 とかとか、はい、現行の RS6 とか RS7 とかそうですけど、うん、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか、うんうん、はい、音めちゃくちゃいいじゃないですか、うんうん、いつも僕があって思っちゃうのが、うん、そのクランキングがない、うんうん、
エンジンがうーんってかかる、はいはい、あれだけなんかちょっと未だに違和感があるんですよ、ね、はい、はい、もしかしたら来年ぐらいに人間がアップデートされて、うん、いやこっちの方がいいんですよって言ってるかもしれないですけどあれクランキングの言わなくなったね、言わなくなったってなってるかもしれないですけど、はいはい、今現状だと僕は、うん、キュキュキュブーンってしたいんです、うん、はい、そうですね、いや僕たち世代はそうじゃないですか、そうですね、はい、やっぱりなんかエンジンをかけてるっていう、こう、はい、そうですね、はい、そこがもうなんていうのかな、もうそこがもうエンジンですもんね、そこからが、そうですね、はいはい、だからもうちょっと環境負荷的に考えると、うん、もう無駄な残骨かもしれないですけど、はいはい、僕的にはちょっとそこを非常にお勧めしたい、はい、推したいポイントでございます、はい、続いて店頭周り見てみたいと思います、お願いします。続いてマフラーの音を聞いてみたいと思います、お願いします。いきましょう、はいはい、設定はどれでいきますか。とりあえずコンフォートからいきましょう。コンフォートで、はい、1個決定でいいですか。はい、あのマフラーの音がもうちょっと欲しいですね、うん、思いません？なんかもうちょっとこう AMG とかってバラバラ言ってるじゃないですか、うんうん、なんかあのぐらいちょっとこう、うん、ワイルドな音が正直ちょっと欲しいなって、はいはい、S7 の時は、まあ、車のキャラクター的に、うんまあ、少しコンフォートでいいかなと思ったんですけど、うん、RS もうちょっとこうワイルドさ欲しくありません、はいはい、他の RS シリーズだと結構ねいい音しますからね。RS7 どういうわけか割とおとなしい、まあ、もちろん吹かせばそれなりにこうのぶとい音がするんですけど、もっとこう不良っぽい音で走りたいです、うん、結構ネット検索すると RS7、うん、マフラー開催とかして、うん、アクラフォとかめちゃめちゃいい音してるんですよ、ね、うんうん、バラバラバラとかつってちょっとこの真面目な鳴りでちょっと不良っぽい音を出して走りたいです、うんうん、はいはい、そして乗った感じは、うん、車がすごい剛性感あるし、はいはい、静かっすね。静かじゃないですか車。静かです。外の音が。いやこの年式でこの出来っていいなって思える車ですよ。はい、ああなるほど。まあ、この年式でって言い方変ですけど。はい、うん、車の完成度がだいぶ高いですよね。完成度が高いですね。RS7 って。はい、はい、じゃあコンフォートで。結構ローダウンしてありますけど、うん、コンフォートで全然ソフトな21インチとは思えない乗り心地です、うん、もう21インチってさ、はい、大きくないよねってぐらいね、なっちゃってる、言わないよ、大丈夫ですか、はい、はい、確かに今21インチでそんなに驚くほど台形ではないですよね、はいはい、まあ、割とこのクラスのセダンにしては、うん、まあ大きい方ですけど、うん、とんでもないサイズではないんで、うん、もう全然全然、はい、じゃあ、まあ、正直、はい、早速ダイナミックいっちゃいましょうか。いいでしょう、ダイナミックで。正直ノーマル車高よりかは、うん、こう細かい路面のこの、はい、なんていうんですか、凹凸までいかないですけど、はい、でこぼここうやって拾う感じありますけど、全体的な車の挙動はすごく穏やかだし乗り心地いいです。あ、ドライブセレクトってここが変わるんですね。はい、サスペンションもダイナミックステアリング、はい、ステアリングとデフとエンジン音、はい、ですね、変わります。これが今ダイナミック、はい、個別だと、はい、もうちょっと必要くないですか。いやもうちょっと欲しいなって思っちゃった。いやもうちょっと欲しいなって思っちゃった。いやそれはね、あのマフラーに関しては本当に両方ありますから、はいはい、いや一応せっかくあのバルブついてれば、はい、あのオンオフできるんで、せめてこう開いた時はもうちょっとワイルドな音欲しいなって僕はちょっと思ってしまいました、
ただあと装備的には本当にもう今の最新の車と比べても見劣りしないですよね、はい、ブラインドついてて ACC ついてて、はいはい、そして今ダイナミックにしたらさすがにちょっと路面の凹凸は結構拾いますね、うん、ちょっと拾うね、うん、はい、拾いますね。ただ全然乗れます、うん、はい、なんでまあ場合によってはもうちょっと上げてもいいのかなっていう車高、はい、あ、まあ、僕的にはスタイリング重視でこのままかむしろもっと下げたいくらいですけど、うんうん、車の用途的にやっぱりこう大人4人乗ってガンガン使うんであれば、うん、まあ、実用性求めるんだったらもうちょっと上げてもいいのかな、うん、はい、じゃあちょっといいですか、どうぞ。おお、はいえ、はいえ、半分ぐらいしか運んでないですね、うん、はい、トルクすごいね。トルクすごいですね。そして四駆だからもう全然こう、うん、おおっていうのがない、うん、どこまでも加速していきます、うん、これ本気で走ったら相当速いですね。速いと思うね、うん、でもね、あの、まあ、はい、数年前かな、はい、私の担当してるお客さんで、まあ、すごいいろいろ車乗ってる方がいらっしゃって、はい、今までで一番速かったのは何ですかって言ったら、はい、RS7 って言った人もいらっしゃって、まあ、速く走れるのかもしれないね、うん、速く走れるのがっていう、わかんないけど、そうおっしゃった方が、まあ、数年前なんで今、はい、もうね、ずっともう乗り換えられてるんで、はい、もしかして今聞いたら違う回答になるかもしれないですけど、確かにこの トラクションのかかり方とか、うんうん、安定感はちょっと他の車はないですよね、うん、ないです、はい、とっちらかっちゃう感じ全くないですもん、うん、で本当にね、高速とかすごい気持ちよく走りますよ、うん、確かに、うん、いやこれだったらだって追い越しの加速とかも、うん、もうグイッつって、うん、めちゃめちゃトルク振る、でもやっぱり落とすねそれしか言ってないじゃないですか、ババババって走りたいです、うん、落としてんなっていう、でもかっこよくないですかこの真っ黒黒の物体が、うん、はい、ベッタベタで走ってくるんですよ、うん、はい、そして車のレビュー全然してないですけどブレーキめっちゃ効きますね、はい、でステアリングは適度に重いです、うん、はい、あでも切り始めはそうでもないのか、ダイナミックにしてるこれじゃん、はい、ああそっかそっか、うん、どうですか、この辺の最初のこのぐらいはあんまり重さ変わんないですけど、うん、切り込んでいった時にダイナミックだと結構抵抗ありますね、重く感じます。助手席は至って快適ですね、まあ、ちょっとさっき言ったダイナミックの乗り心地っていうのはちょっと硬いかなって感じますけど、はい、全然乗れます。あとシートとペダルレイアウトは本当に非常に良好です、うん、でも本当になんていうんですかね、完成度高い車ってこのことかなっていうぐらい完成してますよね。これでも一般道とか全然踏んでないじゃないですか、うんうん、高速で全開にしたらやばいですね多分。いや今どれぐらい踏んでるんですか。いや全然半分も踏んでないですよ、グワーンってなりますよ。何なるのと思ったら恐るべし、うん、いやもうねこのエンジンってこれからなくなっちゃうよね、はい、確かに、うん、めっちゃ乗りやすい。いよいよ来たかな、はい、ツッチー買うときがですか。買うときがこれ家族で乗ったらいい、あちょっと街乗りどうですか、いける。いや全然大丈夫ですよ、全然大丈夫です、車の大きさ感じないですあんまり、うんうん、でこれで旅行も行けるし、そうですね、荷物詰めるのいいですよね、うんうん、人も乗れるじゃないですか、うん、スポーツバッグ両方いいとこ取りですよ、うん、いいとこ取りです、うん、いい車だな、うん、でもこれ今もそうだけども、はい、弾数がもうほんと激減してるんで、あほんと少ないですから。僕も為替見ました、うん、はい、もうあとは距離走ってる車が、ね、まあね、多かったりとか、はい、だこのコンディションでこの装備で、うん、はい、この今日これね2万8000キロ、まあ2万9000キロですけど全然まだ走ってないですよね。ぜひ。そうですね、現行もまだまだ高いですし、うん、もう何度も言うようですけど結局部分がないですから、うん、はい、ぜひちょっとこれで、ね、乗っていただいて、はいはい、運転も楽しめていいじゃないですか、うん、いいな。
でもね、パワーこんなパワーいらないよっていうおっしゃる方もやっぱりいらっしゃいますけど、いやでもこのパワーの一度乗ってもらいたいなっていうのありますよね。いや使わないですよ、はい、使わないですけど、やっぱでも高速だったらこれ片鱗を味わえますよ、片鱗、うん、味わえますけど、はい、なんかなんて言ったらいいんですかね、今日も都内ちょっと行ってきて、はい、都内まあスポーツカー走ってたんですけど、はい、都内でスポーツカーなんていらないじゃんって思いますけど、でもやっぱりそれを持って走ってるっていうなんか、うん、なんて言うんですかね、余裕というか、はい、だって変な話、スニーカーとかスポーツの靴だってそうじゃないですか、はい、そんなに機能をやって履いてる靴ってないじゃないですか、はいはい、かっこいいから履いてるんじゃないですか、はい、っていう感覚なのかなって今、はい、都内走ってるスポーツカー見て、いやかっこいいから乗ってんでしょみたいな感じなん で、そこのゆとりと所有欲が満たされれば、だからこれも、はい、いや S7 でいいんじゃないかってもちろんありますけど、はい、ぜひ、いや車キャラクターだいぶ違いますよ、 S と RS で、はい、パワーがね、はい、どうかっていうんだったらもう RS、 そうですね、ぜひ、ね、ありがとうございます。いやいい車が出来上がりました、出来上がりました、はい、ありがとうございます。これね、ツッチーありがとうございましたって遠方の人だったらこのツッチー納車に行くかもしれないですから、ね、ああぜひぜひ言っていただければ、はいはい、曲がり間違ってこれは僕が乗ってる可能性もなくはないですよ、はい、自分で買っちゃいましたシリーズ で、はい、ですね、ちょっと患者さんに相談して、はいはい、ちょっとグーで殴られそうです、はいはい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。というわけで今回ちょっと僕がカスタマイズ担当させていただいた車を紹介させていただいたんですけど、まあ本当に小島さん最初におっしゃった通り、まあ結構今まあこの RS7 っていう車種に限らず、まあこの辺の車乗られてる方、まあいろいろちょっとカスタムの応用でそうですね、いけるんじゃないかな。特にエンブレム黒いのって結構メーカーでもいろいろやってるじゃないですか。そうですね、はい、だその辺は割とやるだけでも、うん、そうですね、だから今回の RS7 に限らず他のグレードでも他の車種でもね、ハイメーカーでもこういういじり方でもいいと思いますし、やっていくと結構、まあ、今回いろいろ枠なんかも塗りましたけども、はい、エンブレム塗るだけでも結構イメージ変わってきますよね、はい、うん、ですね、まあ、ご参考に何かねしていただければ、まあ、あとスペーサーとか、そうですね、はい、今回なんか本当に純正ホイールでスペーサーだけですけど、はい、うん、だけですかね、デザインもかっこよくなってますんで、はい、まあいろいろご相談いただければ、はい、まあ、お金全くかかんないわけじゃないですけど、そうですね、はい、まあ、社外ホイールとか履くと思えばかなり、はい、まあ、お手頃価格で、まあ、かっこよくしたりなんかもできますんで、うん、まあ、ぜひぜひライトの感じでね、モンドグループ各店にご相談いただければ。そして今回こちら、はい、車両詳細だったりは、はい、モンドグループの在庫の方に載ってますよね、はい、そうですね、 はい、やっていただければということで、ぜひ、はい、あのお問い合わせくださいというわけで、これがね、成功したらね、はい、あ、ごめんね、成功した第3弾もまた、そうですね、はい、あのこちらもしご制約いただければ第3弾、はい、ちょっと第3弾はちょっと壮大にお金使っていいですかね、はい、車によります、はい、そうですね、はい、ちょっとあの社長に相談して、はいはい、ちょっとあの別の企画も考えたいと思います、はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで今回は Audi RS7 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。